さて、えー、ということで非常にこうイメージが伝わる、まあ、ロマンとこうまさに冒険という感じなんですが白井さん、ちょっともう一回ルートのところをこれは今、地球機でも結構ですよああそうあそう地球機の方が、ね、<laughs> 説明しやすいので地球って丸いんですよ、これねなかなか、あのー、分かっていただくと前回のレースはあのー、スペインですねここですね。 スペインからスタートして、次の港っていうのはね、オーストラリア。パースここなんですよ。で、どう行くかっていうと、一番こう最短距離はこう行きゃいいわけですね。で、も回れないんで、南に下って、で、こうアフ、ね、アフリカこう行きたいですよね。これ行けないんですよ。こっちから風が吹いてる。でこう回ります。行きたくても行けないんですね。こう回って、 でここから出たら次最短距離はこうですよねでもここは氷山がいっぱいあるんですよでちょっとオーバーめに回ってでいくとこれだいたい40日ぐらいかなで次の港は真反対アメリカですこっちですねだから地球は半周しますでその時こうはいけないですからこう南極の周りを回ってずっと回ってずっだから逆に これメルカトル像じゃ分かんない <laughs> でさらにこうやって地球儀を回しながら説明するのはチャップリンか僕ぐらいしかいない <laughs> そうよくねあ地球儀をくるくる回しながら競技説明するのはあなたが初めてですって言われてあそういえばそうだなと思いながらでこっからずっとで半周するんですよぐるーっと回ってでこのホーミサキこれ半川沿の墓場ってところねマゼラン海峡のとなとそっから北上して アメリカ行ってそれからあと大西洋を渡るというようなコースですね。はい、地球というのはこう丸いわけですからこうやってこう回るんですね。はい。これを単独でやられてそうですね。で、はい、世界大会でまあ2位だという偉業を成し遂げたわけですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それじゃあですねあ改めて拍手ですね。<laughs> 今日は拍手何回するいいかってぐらんですけども。<laughs> あのー、ここからまあ具体的なお話に入っていこうと思うんですが、はい、まずあの、えー、今回企画で事己委員の佐藤さんとご一緒に、あのー、私も佐藤あの白石さんと初めて、えー、お目にかかることができましたそれでこの本を一生懸命読んで読んだだけで好きになる人でしたとても人間性が出るあの方ですでいろんなお話を聞かせていただいて、まあ、今日はどんな学校の1時間半にしようかなというふうに思ったわけですが、うん、ビジネスとは当然違うんですけれども えっと、白石さんからは僕は事業家の匂いを非常にプンプン感じるんですね、えー、事業家としても多分この方であれば何か成し遂げるんだろうなという感じがしますなので、えー、ヨットの世界レースという,う体験をモチーフにしながらも白石さんさっきおっしゃったように非常に特殊なんですね、うん、でも特殊なものを特殊で見てしまうとなかなか引き寄せられないと思うので、えー、ぜひ、えー、彼の織りなしている人間そのものってどこから来るのかと。 いうところをぜひ対応を通して一緒に考えていきたいと思いますね。全体の時間の使い方は、最初冒頭、今ご覧いただいた話の出来事、あちめと体験そのものをですね。少し、もうちょっと詳しく聞いていこうと思います。で、その後、そこで起きた出来事に対する。えー、っと、白石さん、幸次郎さんの向き合い方って話があるわけですが。それはどんな学校で育まれていったのかっていう。彼の今、四十六歳。五歳ですね。五歳ですね。四十五年間の。 えっと、腰型ってことをぜひ語っていただきたいというふうに思います。同時に、わ、われわ同世代、同世代と言っちゃっていいと思うんですが。あ、に、あの、向けた、まあ、メッセージということをいただきながら、最後質疑応答というふうな流れでやっていこうと思いますね。えー、じゃ、改めてよろしくお願いします。 あのキャラクターとしましてはあの私も非常に熱い人間と言われるわけですが白石さんもめちゃくちゃ熱くてですね、まあ、キャラかぶり度78%ぐらいじゃないかという感じがするわけですが <laughs>、まあ、その熱さということありながらもこのレース、えっと、たぶん簡単じゃなかったと思うんですよね。はい、それで今、えっと、ご覧いただくように、えっと、これが実際にチャレンジなさったのが、えっと、2006年7なですよね。 えこの半年ぐらいに及ぶ大航路、今、ざっと地球儀でご説明いただきましたけれども、このレースでの困難というんですかね、どこにあの非常にこうご自身のチャレンジがあったのか、それからそのレースに至る手前も、資金が6億円ぐらい必要だということで、6億ですよ、このファンドレーズをご自身ですべてやっていかなきゃいけないわけですね、ですから、事前の準備、それから渡航中。 まあ、いずれにもです、ね、簡単じゃなかったと思うんですね。はい、えー、いうようなところを少し具体的にエピソードとともにどう乗り越えたのかとか、はい、何をお感じになったのか一つ二つ、つつ絞ってお話していきますこのレースがあったんですね、もともと第1回、これ7回目なんですけど第1回で優勝したのが私の師匠であるただ有子というクラス2という小さい方のクラス2つクラスなんですね、クラス1って今回出たら僕、でかいやつ。 F1 みたいな感じですね、あのー、18メーター、大きければ大きいほど速いんですね、あと50フィート以下っていうのがあって、第1回その2クラスでやってて、でまあ、それを僕、高校生のこ1982年で見てで、その時にね、このレース出ようって決めたんですよ、決めたんです。最初はもう船乗りになろうと思って、水産高校っていうところに進学して勉強してたんですが、略なそうですね、うん、この,あのだからちょちょ、高校生ですよ、あ見て。 でよし、このレース出ようとあの、さっきの映像ですよ、ね、たった一人でね、まあ、突っ張ってる頃だから、たった一人で、あのいいヨットに乗ってね、世界一周で来たらどんだけ素敵だろう。ということで、決めました、このレース出よう。だ大問題があったんですよ、あの僕、ヨットやったことなかったんですね、ええ、これ、大変な問題でございましたね、ええ、じゃどうやってヨットってうのやるんだから入るんですよ、高校生の時に。 であのー、とにかく本物に行こうということで、第1回で優勝した多田裕子さんとか弟子入りするんです。で昔、インターネットなんかないですから、東京駅行って東京の人だったんですね、タクシードライバーです、うちの師匠は。タクシードライバーが、えー、38歳でヨットを始めたうちの師匠ねで、タクシー運転しながら自分でヨット作るんですよ、造船所じゃないんですよ、お寺の境内の横で作ったんですけど、うちの師匠は、はいで。そのヨットレースで優勝したんですよ、すごい人なんですよ。 この人だっていうことであの東京駅に行って電話帳を調べるんですよインターネットないからただゆうこ、ただゆうこって昔はのんきな時代でただゆうこ乗ってました <laughs> 電話帳に <laughs> え横須賀線のホームなんですけどねでそれで <laughs> 電話かけてで弟子入りしたんですはいでいろいろ曲折あって途中あのサポートしてたんですけどもでなかなかレースできなくてで、最後 うちの師匠が亡くなったりするんですね、途中で。で、このレース出るためには、さっき、カメさんがおっしゃったとおい,いあ体船でね、新艇で3億円するんです。で、サポート費用とか人件費はだい大体2年間で約6億円があれば、えー、優勝を狙える、他のチーム、そうですね、ヒューゴ・ボスなんかメーカーですよね、あとエコバっていう、エコベールっていう潜在会社の、だいぶ、そのお金を集めなきゃいけないんです、現実問題。あのただで酔ってくれませんからね。 でどうしたもんかといろいろスポンサーを集めたんですが、あのー、こう企画書、皆さんもね営業とかの企画書書きますよねこういう資金が必要なんですとで僕の企画書の特徴はねえ儲かる話が一つもないんで <laughs> 儲からないんですよ、ね、こ、ま、れ、あ、2位になりましたよ、僕賞金出ましたよ200万出ましたよ、2位になって。 エントリーーフィーで300万払ってますからね <laughs>、まあ、赤字ですからね、だから,だから費用対効果とか、ね、普通だったらね、1000万くださいと、1200万にして返しました、こうビジネスですよで。そうじゃないんですよ。で、さっきセーラーとおっしゃいましたけれども、ヨーロッパではセーラーっていうのを通用するんですね。これね、僕の訳し方ですよ。日本語に訳すとね、なんていうかな、向こうではね、あいつはセーラーだ。 あい,ーーいいあいつはセーラーなんだよ。いやあいつはセイラーじゃないよ。こういうい会話の直訳っていうか僕の訳し方でいうとあいつは侍だあいつは侍じゃないよっていう話です。これ多分一番いい訳しだと思う僕もね沖で行っててね船が来たんですよでかい船タンカーです。で僕が避けようと思ったら向こうが先に、ね、避けたんです。僕の後ろに回ったわけ。で無線であのその船に対してねあ,のありがとうと。 後ろ回っっっててくれって言ったらね向こうのキャプテンは、ね「イワセイラ」って言ったんですよ。日本だったらどけや俺こっちは仕事してんだって言われるわけでしょ <laughs> でもねやっぱね向こうのいいね船乗りは「イワセイラ」って言ったねだからその大航海時代1500年代から800年代まではまずポルトガルスペインが世界の石にかけて出てったその後はイギリスフランスです。 でイギリスはヨットによって世界を征服していくわけだその歴史があるから向こうでヨットって言いますと剣道とか柔道に近いんですよ感覚が日本でヨットっていうと大体いい石原裕一郎か加山雄三しか連想しますよねだからスポンサー集めるのが非常に困難だったんですね でいろいろやった結果、今、あのこちらの生徒さんでありますあのスポーツビズというマネジメント会社にお願いをしましてそこで情報を集めるんですね、あのそこが大変良かったと思うでいろんな情報の中からあのいろんなスポンサーに、えー、お話をしていただいてそれでもやっぱり8年ぐらいかかりますかね、8年ぐらい。 で非常に長い間ましただからあの我々、ーラーの中でもね、世界一周、このレース出るのに一番難しいのは、あ,あの成功光線、一番難しいのはスタートすることだスタートすることで8割ですよ、もう起き出たらだってね。だからこう我僕のみたいにこう海洋冒険家との中ではね、他の冒険がまず第一ですね。だって、期日までに船を持ってスタートラインに立たなきゃいけないんです。 実際このレースの時に、1年前に競技説明会がスペインでありました、25人来ました、セーラーが。スタート地点に来たのが8人、スタートできたのが7人、帰ってきたのが4人です。でさっきのバンディグローブ、前回のレースは30手出て帰ってきたのが10手なんですよで。それでもスポンサーつくんです、ヨーロッパは。なんでだと、日本じゃ無理だと、こんなリスクの高いものになんで企業がお金を出すんだと。 日本じゃやらないです、ね、1000万2000万出すんだったら新聞の広告一面を買ってリスクなしに必ず何万人したら見るわけですそれなんでこんなリスクに払うんですかって言ったらリスクのあることなんて承知してる全員がそんなものにチャレンジを応援するところが立派なんだっていう答えなんですねリスクのあることなんか分かってるこんなの誰が見た でもそういうことにチャレンジする精神を企業も一般市民も応援するんですねこういう,こう代行過激なキスが,がで日本にはなかなかないですよねだから日本の場合はあのスポンサーに手間取りましたねで前回も実際問題6億円の目標だったんですけど実際集まったのは2億5千万ですねだからまあ 2億5000万で2になったことはコストパフォーマンス上非常にいい成績を収めたということですね <laughs>。金で言うとね。まあ非常に困難ですね。<ー> <はい S 2> 俺、そんな時にそに自分の中で8年間続けられたのはなぜなんだあのまあよくそういうご質問あるんですね。なぜこう長く続けてられるんですかということでまあ基本的にそもそもの動機が。 なんでこういうことをするんですかって言った時あのやりたかったからなんですね <laughs> あのやりたかったからなんです楽をしようと思ってやってんじゃないんですよ楽をしようと思ってたまたま本当に子どもの頃鎌倉の海岸に立って海が大きいなこの海の先に何があるんだろうと思ったんですこれ本当の話ですで大人になったら俺はこの目で世界一周をして 本当に治癒が丸いか確かめたいと、これ純粋に思ったんです。それが元、根本なんですねで。その自分の心の声に従ってるんですね、僕は。分かりますだから、困難だからやめる、楽だから続けるという選択肢ではないんですよ。儲かるからやる、儲からないから、できるからやる。 できないからやめるという選択肢もないんですね。やりたいことをしてるんですね。だから、そのモチベーションを上げるとか。あの、そういうこと。にはね、なかなか答えられ。ないんですよ。うんうん、はい。そのあたり、また後ほど体験振り返りの中でやっていきたいんですが。うん、今のが、そのスタートラインに立つまでということですね。まあ、立って以降、うん、実際に出てしまうと、まあ、まあ、孤独ですよね。はい。 でそのあたりにおける、どの場所がとかって話かもしれませんし、はいはい、どういう段階でかもしれませんが、まあ、その先ほどの壁、困難、うん、どんな話があって、うん、その時何を感じて、どう考えたのか、はいはい、このうにちょっと具体的な、まず最初、えー、スタートしてからの困難はですね、私の最大の弱点、これは船酔いをするということなんですね。<laughs> あなた、致命的ですねって言われたことなんですけど、はい、あの致命的なのです。はい <laughs> でスタートして3日間は24時間吐き続けます。吐き続けます。抗体要因がいないで、基本的に寝ないんですね、1時間以上は寝ないですから。だから、あのだからこう寝てるときって言ったら酔わないんだね。ずっと起きてるから、ずっと吐き続けるんですよあの。地獄です。地獄の苦しみは違うんですね。これはもう毎回そうなんだけど、まあ、3日吐いてますねで。なのに1週間の苦しみ。で、それが終わるとですね。 まあ今度船の体になって、えーまあ、スタートするんですけども、まあ、いろんな、ね、赤道無風体で動かなかった嵐とか竜巻、氷山、クジラの激突、えー、あとひっくり返ったこともありますし、まあ、あのリスクを考えると、ねうん、限りないですね。うん、で、仲間で、えー、遭難者は出てますね、うん、要するに、まあ、今回のレースじゃないでしょ船ごといまだにわからないセーラー。 あと最近多いのは船は発見されるけど乗っていなかったと落水ですね、今そっちの方が多いかな、だから、あのー、何て言うかな、何が起こるかわからないんですよ、うん、これがあのヨットレースはね、羽生さんってしても将棋の、対談したときにね、やっぱりヨットレースの大きな特徴はね、不特定要素が多い、うん、<laughs> ものすごく、整地されたグラウンドで戦うんじゃないですか、我々 だからそれが一番特徴ですかね、非常に印象的だったのは、この本の中でね、うん、今もちょっと出ましたが、赤道無風帯風が全く吹かない、はい、何もできない、はい、その先ほどのように死ぬかもしれないっていうその恐ろしさとまた違う質の。 そのと、はいはい、時にこうお感じになって自分の中でその状態をどう処理したかというかそのあたりは非常に興味深かったあそ,そうですね、あの赤道無風体ではね、僕ね、まあ、このレースは最高ね、あの2週間止まったことあるんですよ、ずっと島が見えてて、最初の世界一周の時ですね、これ、いまだに最高あの、毎日デイランっって、1日どのぐらい走るかって、感情するんですね、24時間。 で僕の最ワースト記録は、ね、あのマイナス15マイルって言ってたのね、20キロバックみたいな動いてるんですよ、だから風がないからあの潮の方が強いんですね、一生懸命24時間頑張ってね、マイナスっていうのもあったんですね、で最初はね、もう嫌で嫌でたまんないんですよ、要するにね、全く動かないんだから、でね、なんでなんだとかねちょ、がなったりどなったり神に祈ったりしてみたんですよ。 で結果どうなったかっていうとね、風は吹かなかったんで、<laughs> それがわかったんで最近は、待つということをしてます。待つということをすることができるようになったかな。待たされてるんじゃない待ってるんです。時を待つんですね。たまたまあ、そうこの時のレース印象的だったのはね、たまたまその時に本読んでたの。 だしおりがあってね、その時松下幸之助のメッセージ書いたの、これはすごくてね、押、ね、し鍋って成功する人は時を待つって書いたの、うん女、ちょうどまあ赤道で来るんだよね、こういうのが。面もいもんだね。<laughs> あやっぱそうなんだと、要するに、待たされてるんじゃないね、待つことができるようになりましたからね、これがこう無風体の苦しさかな。うん もう一つ、自然というものに対してね、はい、今もその変わらないんだというその現実に対する捉え方っていうんですかね、現実そのものを受け入れるという心境っていうんですかね、うん、そのあたりも非常にこ、うん、達観したものを感じるわけです受け入れるというのはあの、まあ、僕、最初の失敗の時には、2回失敗したんですね、で出発する前は、絶対に成功すると思ってました。うん 100%です、疑いもしなかったです、絶対に成功、僕ね、頑張れば成功すると思ってたんですよ、うん、本当に、一生懸命やって、命がえれば叶わない夢なんてないと、ね、絶対に成功する、意気揚々とスタートしてたんですよで、ところが1回目、まあ、これ、ラダートラブルですねで、火事が効かなくなってしまって、小笠原島から引き返した、でみんなにあの、こっち一銭も払ってないでしょ。 住み込みで造船所に働いて親方が飯を食わせてもらってあの伊豆の海岸で船を作ったんですねスポンサーもろくについてなくてで1回目は、ね、まだ元気だったね謝れるからすいませんでしたとで家事を直して再スタートできるからすいませんとでもう1回チャンスくださいということですぐお金をあげてもらって今度は完全に直しました、うん、大丈夫です2回目今度は大丈夫だって言った。 必ず成功すると思って歌わなかったんですよ。絶対やってのけると。でところが、今度はマストがおかしくなったんですね。しかもマストトップですよ。で、2回目引き返したんですよ。で、さすがの僕もですね、今まで、ね、信じて疑わなかったことが目の前でだめになるわけですね。で、一回親方にね、 初めて食ってかかったとっいうか茶の間にいたときにね、親方、僕は命がけで頑張ってきたと。これはもう一点の曇りもなく言えると。頑張ってきたと。でも、それでもだめなんだって言ったんですね。で、なんででしょうねってこう言ったら、その親方はね、僕に、こうちゃんはヨットのお尻を叩きながら走ってるようだな。と、ぽつと言われた。それだけです。怒りもしないし。 慰めもしなかった、うちの親方はね。で、その時にハッと気づいてあの、目が覚めたんですね。女性上の親方だからね、常々言って船っていうのは女性だよ。ね、優しく扱えと。ね、船がなかったらお前は帰れないんだよ。ね、お前が落ちれば船も帰れないんだよ。世界一周一周じゃなくて、まず船を愛しなさいと。船を愛するんだよ。要するに その時の僕っていうのはね成功を疑わなかったというこの自分のフィルターをかけて海を見てたんですよ言ってること分かりますかね例えばこの外を正確に見たい場合はただあの窓からね皆さんのお部屋の窓がどうするかっていうとガラスがピカピカじゃないと外の姿って正確に見えないはずなんですね ら僕は成功したい、なんとかしたいというフィルターで見る。絶対大丈夫だっていうのは、これ何が大丈夫なんですよ。僕が思ってるだけで、海は関係なかったんですよ。世界周したい。これ誰が世界周したいかっていうと、これ僕が世界周したかったんですよ。海が世界周したいわけじゃなかったんですね。海っていうのはね、 失敗して気づいたのは、人間の作り出したものじゃないんです、これ、わかります天地、自然というのは人間の作り出したものじゃないから、それを見ようとせずに、僕はこう、自分の、本当、こうだったんですね。でところが、うまく自然とコミュニケーション取れてないです、ね、海に希望的観測なんてないんですよ。海に希望なんてないんです。海って無意ななんです意識がない あるがままの世界なんですね水が高いところから低いところに流れるような感じです。流,ろうと思って流れようと思って流れたんじゃない <laughs> あります？でそこにね2回の失敗を経て古典版になって気が付いたことですかね、うん、これは大きかったです,ですよ、ね、ものすごい大きかったんです、うん、発見ははい。あのー 後ほど皆さんともその失敗を通じて学ぶということがあのどういうことなのかってもうちょっと掘り下げていきたいと思うんですがちょっとここまでの話を少し整理していきたいと思うんですけどもまずそのえっとスタート前というところに関する資金集めの話を思い起こしてみましょうかあの先ほどそのヨーロッパに対するセーラーのリスペクトと日本のそれは違うとかあるいは費用対効果ゼロって話だったりとか。 その皆さんも何か起こしたいといったときに社内の抵抗であるとか話が全然通じないというところがありますよねスタートラインにつく前までの話ですでそれを乗り越えて心が折れなかった理由を彼は純粋な思いだとこんな話をしてきましたただそれ以外にもものすごく努力をなさっているのは僕も聞きましたし非常に緻密な計画を立てているということもお聞きしていますその辺が一つ我々にも引き寄せられるポイントだと思いますよねそれからもう一つそのスタートしてからの話の中で おそらくそのクジラの激突だとかひっくり返ったっていういわゆるコンティンジェンシーの時は底力が多分出るんでしょうねそこちょっとまだ聞いてないんですがでで、ね、例えば、居合とかねやられてるじゃないですかはい、はい、その頭で考えるや体反応せざるを得ない状況の時に対処できているとするならばそれは僕もねあのー、名前を解明した先生に、ね、安西先生って言ったら眼鏡をかっていたんですよ。っていう先生 <laughs> そうだね、白石君はね、いいとこはね,ねピンチにな、ピンチになったら、お前はものすごい力を発揮するって言われたんですよ。で、先生、それ嬉しくないっつうね。ピンチになる前になんとかするのがあなたの仕事でしょって言ったんだよね。それ、ピンチになるう嬉しくないだろうって言ったんだよね。でもね、あの、<laughs> なんていうかな、なんだろうな、その時にね、うーんな,なんででしょうね、よくわかんないけど、やっぱこうひ、光を失わないのかな。 でそもそも、あのこう鼻からなんか成功しようとかそういうんじゃなくてねなあその質問難しいなな,なぜピンチにするよく言われるんですけどねなんででしょうね自分で分析したことないんだけど、ね、なんででしょうねいや体が反応してるんじゃないかと思うんですよね。 そうですね僕の場合、自分にも正直で今回のレースのポイントもね、うん、僕は素人だって頭があったんですよ、うん、初めての参加だから、うん、よって船を選ぶときも、うん、あまり難しくて早いのを選ばなかったんですよ、うん、要するになるべく僕がいかにこの船を扱うやつに第10点を置いたんですね、自分をこう客観的に分析しないとで、命のやり取りがこのレースにありますね。 このスポーツは勝ち負けの前に生き死にってあるんですよ。そうですよね。皆さん生き死にをどうやって勉強します生き死に。で、僕はね、こう思ったんです。実際、これ僕現場守備だけどから、実際にやってるやつから学ぶしかないんですよ。何ですか、それ。切り合いですよ。真剣勝負ですよ。過去に。 やつは連中は宮本武蔵とかね、柳生とか山岡哲舟とか本読ん全部読んだの、ね。彼らは真剣勝負の時に負けは死ですから、どういう心持ちでいるんだろうと分岐して、それから実際にやってみるんです、真剣持って。で、今度、居合いに習い行くんですよ。それね、なるほどなと思ったらね、頭の中でね、しらし君。 とらわれるなって先生が言うんですよお師匠さんがとらわれるなって言うんですよみんなも知ってますよねとらわれるなとらわれちゃいけないで僕も知ってたのそしたらね面白いんですよあれ岩波っていう技があってね何、うん、ていうかな,あのなんか言葉じゃ難しいんだけどこうこっちからこう切るわけですよ敵がで僕座ってんですねもう間に合わないからねパッと刀を抜いてここで刀をピャッと返してドーンと腹をついてかっさばいて切るって技なんですね <laughs> こんなこと、こういう人はいないねそれ岩波岩、岩波って岩がドドーンっていう感じのイメージ、岩波、かーんとくるんですよ、よけない、絶対よけ,けたらやられるからね、よけないで、そこで、ぴゃーっとて、刀をひっくり返して,ドーンって、ドどんここひっくり返すときって、危ないでしょ、カミソリですからね、ぴゃっとね、でね、危ないなと思った、うん、危ないなということにとらわれたんですね。 あ、ここ気をつけようと思って、ばーっと抜いた瞬間、ここでピシャーンと手を切るんですよ。うんうん、で、血がばーっと垂れてね、で、先生がにやっとして、お前、切ったなって言ってね、うんうん、切ってません、切ってませんって言って、ここ血がだら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 垂られて、あこれがとらわれちゃいけないんだということを、なんていうかな、身をもって体験するんですね。うんうん、だからそうやってあの日、日頃から、あの、 実体験しながら訓練していくんですよね。なんていうかな、もう子どもたち言うんだけど、よく勉強してね、クロールのテストで100点取っても、飛び込まなきゃ泳げないんですよ。うん、そうでですすよねね飛び込まななきゃ泳げないんです、ね、だから僕は,僕のはそうだ、僕の特徴としては、そうだな、ヨット、世界史周したい、作りたいと思ったら、まず造船所に飛び込むんです。 給料なんか一銭もやらないから働かせてくれって2年間無給で働きました。で、世界一周したいって言ったら、まず師匠に飛び込む。あそう、あ今いい,いいこと思い出した。そうだ。うん、飛び込むんですよ。師匠に。で、世界一周したいって言ったら、俺の仕事がは金がなくてやるからすごいんだよね、えー。金もなしによくやりますねって言われて、とにかくやってみるんですね。うん、どれだけ困んだんだろう。そんなこと分からない。とにかくやってみると。でそこで 覚えたしあと最後の、そのプロフィール、太平洋横断であったと思うんですけれども、あのー、これ、僕、2回太平洋横断してるの九98年のときに、えーああのこれ、これ、世界記録ですね、横浜からサンフランシスコまで、これも世界記録なんですね、今度サンフランシスコ、横浜まで,であ、この時の話が面白いかもしれないですねあの、フランスの船が日本に来ました、カタマランという、これは世界新記録を狙うんですよ、横浜から、太平洋横断の。 で、でで、来たんですよで。ブルーノ・ペイロンという有名なセーラーです、で、ある雑誌社からね、白石君、あの日本にこういう船が来てるよと、あブルーノ・ペイロン来てるんですか、で、太平洋横断してる記録を取りに来たんだって言われたんですね、で、その時に僕の思った瞬間をね、もう僕、あのゴールデン・ゲート・ブリッジでガッツポーズしてる僕がイメージしたんですよ、あこれはいいと、で、日本人クルーを1人探してるって来たんですよ。 あそうなんだと思ってすぐにパスポートを申請のところ行って、かな持ってたのかな、でもうその日には横浜の港に僕、いました。うん、で、あのあ相手フランス人だから僕、英語もフランス語わかんないんだけど、ただ乗りたいんだって言ったんですね。乗りたいんだって言ったんで、で彼らはいや俺たちはクルーだから分からんと、でキャプテンが1週間後に来るからね。 って言うんじゃあ、分かったと、分かったから、俺はこの船を乗りたいって手伝いたいって言ったの、毎日手伝わせてくれって言って、毎日行ったんですよ。で、か掃除しかできないから、最初は、もう掃除してなんかして、で小物買ってきてくれと、いや、分かった、これスーパーしてるかってやってたんですね。で、そこへあの日本人の、あのこの中の、菊池徹さんって有名なセーラーです、アメリカズカップの。で、その人は候補に上がったんですフランス人。で、僕は別に候補に上がってないんですよ、押しかけですから。 で、一週間経って記者会見があってね。で、僕行ったんですよ。あの、呼ばれてはなかったんですけどね。<laughs> 記者会見に行ったんです。で、そうしたら、あの、ブルードペイロン。で、サブスキッパーのスキップ・ノバックコースキッパー。で、日本人クルー、菊池徹って、こう、プラカードがあるわけ。で、完全に落選ですよ。うん、で、こう、記者会見に行ったの。で、パーティーがあってね。で、まあ、呼ばれも知ってないんだけど、一応顔を出したの。 でそしたら、憧れのブローノ・ペロってセーラーが来てで、向こうからね、嬉しかったら、お前は耕次郎かって言うんですよ。そうだ、と船に手伝ってくれてありがとう。とあ、もうこれだけでいいやと思ってたのね。で、翌日にマスコミのお披露目のパーティーがあったの。あの、船、セーリングするんですよ。日本のマスコミ乗っけて。まあ、呼ばれもしないのに、9時にはいますわね <laughs>、えー。9時10分前に私います、ね。そしたら、でお前も乗れって、ああ、乗っていいんだって言ったらね、嬉しかったのね。 お前、これ着ろって言ったら、ね、今でも覚えてるよ、こうユニホーム貸してくれたわけ。で、同じユニフォーム着て、そうそう、で、乗ってね、こう港走ってあげて、最後にね、お前、あのドライビングするかって、火事に逃げ出してくれたわけ。いや、もうこれでいいやと思って、しかみに行ったんですよ。で、最後、明日あさって出行かな、横浜の港で整備してる時にね、工事をちょっと来いって言われるんですよ。で、ブルーのほうが一番後ろにいて、はい、なんですかって言ったら、 あのいろいろ手伝ってくれて申し訳ないと、ね、正式なペイドクルー、お金の払うクルーは菊トルで行くと、ただ、ね、お金は払えないけれども、お前も一緒に乗るかと、で、特別に僕はこの船に乗ることができたんですよ、これ、異例です、本当はもう6人でやらなきゃいけないのに、7人を乗っけてくれたんですね。だから でその時なぜ乗れたかっていうとね、やっぱさすがのフランス人もね、毎日掃除してくれる人をね、お前乗るなとは言いづらいでしょ、それ、<laughs> これ、これ言いづらいよね、さすがのフランス人も、一生懸命やってんだから、だから、なんていうかなあの、乗せてくれる、乗せてくれないなんて問題じゃないんですよ、乗りたいんですよ、で答えを出すのは向こうなんですよ。 ね、僕の決めることはじゃないんですよ、さっきの海の話と同じです、ね、だそうだから僕はただ、一生懸命やりたいんですよね、うん、で乗れれば嬉しいですよ、で乗れなくたって、一生懸命やって乗れなかったんだから、あのまあ、そんな感覚だったのかな、うん、今まであのフロアの皆さんも同じように頭の中で統合されている部分もあると思うんですけど、うん、僕は昨日来のいろんな全体セッションの中で、今のは、勝機をものにするっていうか、少ないチャンスにどう、あの。 かめるかって話ですよね言ってみればで昨日もいろんな経営者の方々が目の前の問題120%やってれば来るんだって結果がそれを目的化するんじゃないっていう、うん、まあ同じような話をされてますよねあう先ほどのそ,のそれから困難な話もその居合道の話がありましたけれどもこれはあの事業活動の中で聞くとそらく実行だと思うんですよねあの G の社長が昨日言ってたのを覚えてると思うんですが僕つながったのが 要はその実行っていうのは当然、予見があるんだけど予見、前提の認識っていうのは必ず変わると前提が変わるけれどもやりきるのが実行でしょうという実行っていうことのレベル感がイレギュラー、ハンブルがあって当たり前なんだとそこでどう対処するかっていう常に真剣勝負の繰り返しの中から瞬発力が生まれているっていう僕の中にそんなふうにそもそもほらうまくいこうなんて うまくいこうと思ってやってないでしょ、僕。うん、ねとにかく、まあ、無常が常ですよね、無常,常ね無常が常です、ね皆さん、これ覚えておいた方がいいですね、うん、こうなってほしいっていうのは、常常我々の感覚であって、天地自然の感覚ではないんですね、うん、皆さんだって景気よく順風満帆でいってほしいというのは、それ皆さんの希望なんですよで、世の中の希望とはちょっとずれがあるで、そこで苦しむから、宿泊っていうんですね。 2500年前に言ってるんでしょうかおかさんが2500年前にまあそれと一緒でだからそれを僕も最初そんなこと分かんなかったんですよ、うん、でも実際やってみたら、うん、本当にそうだったんですよでいろんなことが起きるしうまくいく時もあるしいかない時もあるんだとだからうまくいくからいかないからという問題ではないなということでしょうかねう、うんうん、さてあのー、非常にこう いろんな局面で先ほどまあファンドレーズの,その準備段階それから実際いざことを起こしてからの停滞期風が吹かないとかあるいは非常に聖書を書けるような困難の局面だとかあのいう我々が生きている世界とも非常にこう近似するところがあるわけですがえっとそれぞれに白石さんが乗り越えた理由っていうのをお話の中で感じたと思うんですけどもちょっとこう歴史を振り返ってですね そのご自身が僕は非常に白石さんというのは学習能力が抜群に高い人だとうう感じていまして、うん、で何を起点に何を学んだのかとかこう例えばご両親との関係とか先ほど多田,田さんという師匠の話だとか親方の話だとかそれからご自身でここで失敗しますねはい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 それから世界中のセーラーとの,そのやり取りだとかまあたくさんの,その出会いと。 学びの機会、うん、それから孔子だとか大海だったり宮本武蔵だとか岩だとかいろいろあるわけですけれどもなんかこう2つ3つですね自分の認識を大きく変えてくれた体験ちょっと皆さんに何かシェアいただけるのありますそうですねまあ一番幼いそんなこと分析したことなくて今日初めてなんですが一番最初はね多分育ちはね 僕は小学校1年の時母親が死ぬんですよだから母親はほとんど知らない覚えてないですねで面白かったのはね、えー、育親父が昭和一桁で育ててくれた母親がいなったのが明治女なんですねばあちゃんがだから戦争体験者なんですよ二人ともでこの話,話の苦労だとか辛い時期ねうちの親父の <laughs>、あのー、青春時代空から爆弾降ってきたって言ってましたよ あの飛行場行けって言うんですよ、飛行場見て、なんだって言ったら、ここからビニ十クが飛んできたんだって言ったらね、いまだに恨みを持ってましたからね、<laughs> <laughs> でこれやっぱり実体験でしょだからね、説得力があるんですね、戦争体験者もの声を生で聞ける年は、われわれが最後になります、ダイレクトな危険ですね。うちのばあちゃんはちょっと揺れると、関東大震災揺れたってコメント言ってましたからね、すんごいですね。 中かわいいって言いましたからね、恐ろしい人たちだぜ、<laughs> <laughs> 本物なんです、だから、本物なんですよ、だからそれを見て、納得するんですね、うん、ああの、我慢の必要性とか、辛い時期っていうのは、その生の体験者から話を聞くわけですね、で母親がいなかったから、学校の面倒も何かも自己関係、自分でやったんですね、もの、うん、を忘れれば自分が叱れし、うん、全部自己責任だったんですよ。 何もしなければ何も起きなかったんですね、お腹が減ったって言っても、減った減ったって家の中で響くだけだった、お腹を満たすためには自分で台所立ってインスタントラーメンなんか作ら以外にお腹を満たす方法はなかったんですね、外国行きたいって言ったって、うちの親父連れてってくれないから、だから僕、水産高校行ってマグロ船乗ろうと思ったんですだから、それがまず僕の根本かもしれないですね。ですね何何ももしなけれればこが 最大のキーワーワドですよね,ねそうですね、水産高校では徹底的に厳しくやりました、うん、挨拶代わりに殴ってましたからね、<laughs> はい、スキンシップの厚い学校だったんですね、よって僕はね、今、もう指一本全部揃ってるんですよ、指飛ばす人が多いんですよ船、船で。で、それは今ないね、うん、厳しい教育を受けたんです。 今厳しい教育を受けさせてくれる学校なんてないですよ、これは本当に、なんていうかな、あの水産高校の人に感謝してるで、その厳しさだけじゃ乗り越えられない海っていうのは、でその楽しさを教えてくれたのが、うん、ただ有子という、ノンベべジじジーですね、あれ、はい、僕はヨットに乗ってる時間よりも、新宿のゴールデン街にいた時のが長かったですから、師匠と。はい あのー、ずっと飲んでるんですねで、彼の姿勢を見て、力が抜けたんですね、うん、なるほどそれは、それはで割とこうメカニカルなもののエンジニアです話をしてましたよね、はいで、うちの師匠はアーティストでした、うん、だヨットで世界一周なんていうのは、彼の中で絵を描くようなも作品なんですね、うん、天才です、うん、で彼は最後、自殺するんです、うん、天才すぎるんですね。うん つじつまから、でうん、本当にこの親方っていうのは、その造船所の親方でした、うん、どっちかっていうと、こっちのほが尊敬できますね、ああう,すうちの師匠は尊敬の値じゃないです、あ、うん、もうなんて、カリスマっていうかな、なで、その親方が本当にこう船を愛しなさいとか、うん、もっと大きな大きなもので包み込んでくれた、うん、で、もう一つのキーパーソンは、えー、上村直美さんって大冒険家の奥様です。うん でこの人は僕のお母さんの母親代わりで 2>,、うんえー、2回目失敗したときにもう辛くて、辛くてどうしようもないときに男の人はみんな僕に、ね、2回の失敗で何だとかねあの泣いてる場合があったら引き返してこいというメッセージだった、うん、で上村公子さんだけ唯一こうちゃん辛いねって言ってくれたの、うん、あれはね救われたんです、うん、あの母性ね。うん、この あの厳しく指導されて頑張ったんだけど耐えきれない時に支えてくれたのは母性でしたね「うこうちゃんつらいね」って初めて言ってくれたでそれは救われましたでこれは僕あの時は結構非常に辛い時期に支えてくれたかなあだから要所要所で今の師匠っていうのはその居合の師匠ですね生き死に教えてくれるであの今いろんなことで共通点はね 向こうから僕に声をかけてくれた人は誰一人いないということですうんなるほど師匠っていうのは皆さん会社でねまあ上司が選べないといろいろあると思うんですけどもある僕居合の先生がね言ってたね3年かかって変な練習するよりも3年かかっていいからいい師匠を選びなさいとで師匠師匠を選ぶ権利は弟子にあるんですよ師匠にはないですよ、うん、そんな権利 だって僕がこの人、師匠って僕が決めるんですからでそれ勘違いしてていい師匠っていうのは誰が決めるかって僕が決めるんですようんうんであの向こうもあの契約関係にないんです指定関係ってだから師匠からしたら俺お前頼まれて弟子になってもらったわけじゃないよって言われたらそれまでです僕だって頼まれて弟子になったわけじゃないですからねだから師匠もこいつが弟子だと思わなければそんな関係でて成り立たないんですね この間話を聞いてて面白かったのが、うん、いろんな師匠っていうのは時に言うことが違うとコンフリクトっていうか A さんの師匠と B さんの師匠は同じことに対して矛盾することもあると、はい、その時にあはいでいろんな師匠と例えばまあ、まあ、僕今言い習った居い合いなんていうのはだいたいね五段までは同じ師匠から学ぶんですねあの学び方に順序があってえー、得習得体得ですで少林寺憲法っていうと習 はりになります守って破壊して離れるんですね。これ、ものの順序ですから、だから僕、新入社員研修で出るときに、新入社員で言うときは、自主性を尊重しろ、ね、頑張って自分でよく考えろって一切言わないです。考えるなって言います。新入社員は考える必要なしと。先輩のモノマネをしなさいって言います。真似るって難しいんですよ。真に似ると書いて、真似って書くんですよ。いまだに僕、10年やっててもね、刀を振り方が、 いまだにマネなんかできない正確にコピーするんですねすコピー取ってこいって言われたらまず正確に取ってくることが第一でそれができたらスピードアップしますそれができたら効率アップしますで最後は美しく取ってくるんですそれができて初めて応用に行くんですねあのー、そういう順序があるで5段ぐらいになったら今度出稽古します全く別の師匠の時に行くんですね そうするとどうなるかというと、意見がまるで違います。ます全く違うことを言ってくるんですよ。で、その時に僕が教わったのは、ね、あの人に習うんだったら、師匠はこういうの、俺の言うことを聞けって言わない。向こうの先生の言うことを正確に真似しなさい。俺のことなんて考えるな。って A さんの言うことの前では A さんの言うことを真剣に聞くんでしょじゃあ B さん行って180度近いことを言われたら180度違うことをするのです。一番いけないのがいや、いやだって A さんがこういうふうに言ったんですよ。いや、こっち行ったら B さんこういうふうに言ったんですと。そうするとその人は何も学べないんです。でも A さんの言うことを真剣に真似して B さんの言うことを真似るとこの人は A からも B からも学べるんですね。で最後主派の派は 自分で自分の感性でそれを体得応用してで最後はね今まで習ったことをすべて忘れるんですねこれ最後の仕事です、うん、まあ僕はまだ早いですね60ぐなだったら、うん、そこから解き放たれて自分のオリジナリティを作るんですね、うん、だから、あのー、やっぱね僕物に順序ってあるんですよね、うん ええあのー、今はその学び方ってことに少しフォーカスを置いてお話いただきましたけど僕感じるのはね、はい、その白石さんのお話から感じるのは先ほどの海の話もそうですがまず今の師匠の話もそうなんですが向こうっていうものを非常に客対し、まあ、素直にできていて、はい、で同時にその自己選択を常にしていると思うんですね、うん、ここに行くとか、はい、飛び込むも含めて。はい、でその上でで毎回全力でまあ ぶち当たるということがあるから学びが深まっているっていう、はい、そのふっと,っと思ったのがですね、うん、野球のピッチャーあたりがこの球をどう投げようかと思って考えますよね、うん、でフォークで勝負しようとかストレートいこうとかいうふうに自己選択し、うん、それを全力投球してホームランを打たれると、うんうん、そうすると本当に何がまずかったかを考え始めるっていう、うん、なんかそういうことが 白石さんの一つのいろんな話から感じることが多かったです。うん、さあ、それじゃあですね、ここから残りの時間質疑という格好で、えー、皆さんの中でうまく頭の中統合されるかどうか、まあ、感じるところがすごく大事だと思うんですけども、えー、ビジネスに引き寄せてでも結構ですし、生のヨットの体験でも結構です。えー、聞きたいことがある方、手を挙げてください。 はいえー、とまず最初、でこれからもよく頑張りましょうね。確かにね、いろんなこう批判とか、やればやるほど起こるんですよで、その時どうするかっていうことは、あのー、答えは簡単で、そういうものなんですね、ねうん、受け入れると。あのー、あきあ昨日のようなのも話したかな、それもね、2500年前のお釈迦様の本に書いたんですね、宿泊苦っていう。 近くてなんだって言ったらね、もう全部覚えてないんだけど、まず、生まれてくる苦しみね。死ぬ苦しみ。あと、病気になりますよ。愛しい人、家族との別れがありましょう。いずれ死ぬからね。で、その中で一番面白いのがあるんですよ。え、嫌いな人と付き合わなきゃいけないっていう苦しみがあるの。<laughs> 2500年前に書かれてるんですよ、皆さん。つまり、そういうものなんです。それをね、避けようとしちゃダメですよ。 でトップは孤独だってね、何を言っちゃったらトップって孤独なんです、<laughs> 何を言ってんだと、一人しかいないんです、だからトップなんですよ、孤独に決まってんです、だから,だから自分でやるしかないんですよ、でも、あ、そう彼女の朝話したけど、大体ね、えー、262の法則ってね、皆さん、多分山下幸之助さん、あっててね、こうみんながいて、2割が本当に僕のことを真剣に応援してくれますよ、まあ、6割がまあまあ。 で2割が僕のことを批判します、反対勢力、これを全員賛成になんか変えようなんて、それは土台無茶な話です、いやあの松下幸之助さんも、それはナイツだ、2割儲けてて、6割が給料分あの働いてて、2割はマイナスなんですよ、このマイナスをプラスにしようなんて、彼は言ってないですね、ねそういうものだっつって言認識の仕方ですよね、そうだから、負、まあ、を全部、社に変えたって叶えませんよ、将棋って。 だからあの僕は、ね、そういうもんだって理解ができてるんですね。で、その人にいちいち文句言わないし、だから反、僕に批判した人を阻害することもないです、うん、やるんだったら包み込みます、うん、<laughs> 例えば前回勝ったのはね、敵側の弟を雇ったんですよ。アレックス・トンプトンって、ヒューゴ・ボスの弟があぶれてるから、工事を雇ってくれって言ってね、敵側の弟たち雇ったんですよ。 そしたらあの、ね、敵側のコンテナ、あいつ金持ちだから、コンテナの様子が全部分かった、筒抜けになってね,ねで、いろんなものを持ってきてくれたんですね。<laughs> <laughs> でそうやって勝つんです、金のあるチームでね。だから、こう、だからあの,うあのそういう人たちは、そういう批判する人たちいりますよ、当然。それをなんか阻害したり、やなんだ、包み込むことを考えた方がいいかもしれないね。それを変えようなんて思わないで。でそ,れそれで僕、そう思ってます。 で家族なんですけども、あのーまあ、飛び込む、飛び込まないっていうのは、もし飛び込めないなと思ったら飛び込まない方がいいと思います。飛び込めないんですから。飛び込むときはそんな考えなんかしないです。もう飛び込んでます。言ってること分かりますこれね、ーブさんと同じだった。将棋で手選ぶわけね彼は選択するわけですよ。決断、決断っていうのは決めて断ち切るんです。で えっとね、僕の基準はねと、あの、右に行こうか左に行こうかっていうときに、調子のいいときは、調子のいいときは勘に従う、直感に従います。まず合ってます。でも人間ですから、調子の悪いときっていうのは勘が外れます。外れます。そういうときはね、コンピューターに従うんです。コンピューターっていうのは冷静ですから。感情がないから。だから、ハブさんも同じこと言ってたな、うん、あの、迷ったときっていうのは迷ってるんですよ。でも、行けるってとこも行ってます。 パーンと言ってるんですね、うんあのー、だからその時あ迷いがあるってことはあの迷っててもねあんまり迷って進んでもいい,い,いってないんだって、うん、だからもう行ってる時は行ってるんだって言うんですねだから、あのー、どうすればいいという今そういう状況であるということなんだ <laughs> <laughs> いい悪いじゃなくてね 僕、何も迷うことが悪いと思わない、そういう状況であるんだから、そこをなんか無理にしないほうがいいということだと思いますね。で、僕は、あのなんかやるときはもうやっちゃうんですね。それがどんな結果になろうとも、はい。で、えー、子ども向け、なぜやったかというと、まあ、これ、これ自然の成り行きで、子どもに、 なんかやりたたいなと思ったからなんですねで多分ね僕なんかこう自然の中でと自然の断りって見てるとこう朝ゴなんて娘と育てて分かるのは種を植えてね種を植えなきゃ芽が出ないんですよで芽出ても水や肥料がなきゃ育たないんですよで花が咲いてきれいな花咲きますね世界中どこ行ってもね 花咲いたからもういいやって植物は一つもないんですね。俺もう花咲いたからいいやって。花咲いたらね、必ず自分の身を腐らして次の芽を出すんです。これが自然の断りなんですね。自分だけ成功すりゃいい。あとのことどうでもいい。そんな朝顔一つもないわけですよ。だから僕は、僕の 今、現世ですね。要するに、僕は何を受け継いだんだろうって考えたことないですよ。皆さん何を受け継ぎましたこの日本から。何を受け継いだんですか偶然に生まれたんじゃないですよ。池から湧いて出たんじゃないですよ、皆さんは。親がいるんですよ。親の上には親がいるんですよ。これ10代でさかのると1200人ですよ。20代でさかのると100万人超えますよ。その中から誰一人でも、俺、自分の一生だけありゃいいやと思ったら、皆さんは生まれてないんですよ。 これが引き継ぐという意味です。で、それをより良い形にして次に渡すのが我々の仕事です。我々世代のことを考えて集まった人たちじゃないと思うんですね。うん、我々は何を受け取って、そしてどういう形にして次の世代にやるんだろう。で、僕はヨットという表現で、今情報化社会ですから情報に振り回されるなと。うん、夢も希望も全て己の中から外へ出るもんだと。 外から内に入るもんではなくて内から外へ出すもんだよそのためには大自然の中に連れてって雨で心を洗い風で心を磨きそういうところを作ってあげるのが僕の望みなんですねだから子供のために何かしようというか,なんか自然にそう思ってやってるっていう感覚ですね、うん、素晴らしいですね。はいはい まああのー、あんまりね、せ、あ、ん、のー、なきことは考えるなっつって、例えばこの先どうなるだろうって考えたって、僕分かんないんですよ。ちょっと考えないことをしてます。<laughs> す分かりますこれ、成功するかなんか、誰が分かります分からないんですよ。ねだ僕のやることって何かっつったら、あのー、なんていうかな、目の前のことを一生懸命やるしかないんですよ。だから、みんな、ね、意外とみんな、せんなきことを考える人が多いんですね。こうしたらこうなる、こうなる,うなるだろうっつってね。 あの一,まあ、一番分かりやすいのはね、僕、禅とかやってて本を読んでてね、あるお坊さんがいたの、これ、偉いお坊さんです。で、小僧さん、雲水さんって分かります弟子がね、こんなこと聞くんですよ、私はねあ、あなたみたいに立派なお坊さんになりたい、どうすればいいんですかって聞くんですよ。で、その偉いお坊さん、こう小僧さんに答えます、お前、今日お粥を食ったかって言うんです、朝、お坊さん、お粥食べるんですね、はい、食べました。 そのお坊さんこう言いますその茶碗を洗いなさいってかります要するにお坊さんはその「もういいから」って面倒くさくて答えてるんじゃなくてあなたに今できることは今日食べたおかゆの茶碗を一生懸命洗うことなんだとそれによって偉いお坊さんになるということを教えたんですね かります例えば僕、子どもたちに説明でこ,これ世界一周、こいろんなこう、まあ、世界記録3回くらい取っていろいろやりましたね。最初にやったことって何かって言ったら、横須賀線のホームで、電話帳を開いたんですよ。それがこれになってるんですね。だから、これを細かく分析すると、実際大したことやってないんだよね。電話帳を開いたり。 真珠のゴール展開で嫌な酒をね、しようと無理やり飲まされたり、その、そのね、小さな積み重ねが、全体で見ると大きく見えるだけの話なんですよね。だからあんまり、あの、こうすればこう、こう、こう振り返ったらどうっていうことはね、僕ね、逆に考えないで、まあ、今日はみんなといろんな、こう、仲良くしたいなってことを考えて、うまく話そうとか、な、なんかじゃなそれはもう、鎌田さんに、俺とお任せすればいいわけで、あの、<laughs> それは鎌田さんの仕事だもんね。<laughs> で僕は今言われた質問とか、鎌田さんの質問に対して、思ったことを正直に丁寧に答えることを今、僕、一生懸命考えてるんですよ。事前に、どうだから僕、原稿なんかないでしょ、事前にこう,こうすればうまくいくだろうとか、僕はそんなに苦手なんですね。だから、公演で原稿見たことも一回もないし。 というこ,れはこれは僕のやり方ですよ、皆さん、真似しない方がいいですよ、<laughs> 僕のやり方だから、多分皆さん、皆さんのやり方で、やらないといい、ね、ちょっと答えになってなくて、ごめんなさいね、はい、はいはい、そんな感じですかね、ありがとうございますいません、とんでもない、いやいや、十分、皆さん、伝わるものがたくさんあったと思います、ねはい、あの時間になったんですが、まだまだたくさんお聞きになりたい方いらっしゃると思うんですけれども、あの最後に白石さんからまたメッセージをいただいて、えっと、ラップアップとしたいんですが、まあ、 この2日間私もあのクラスで皆さんと議論する中ですごく感じるのは僕らの世代っていうか、まあ、私も同世代にさせてもらいますが一番そのと悩んでいることっていうのは具体的に一歩踏み出すことだと思うんですよねあのその質問がものすごく多いと思ってますでその一歩踏み出すっていうのは一体何なのかっていうことを皆さん探していらっしゃると思うんですが今日も白石さんからたくさんの あのヒントがあったと思います私なりにあの白石光次郎という男を感じるにはですねあの常にやっぱり自己選択していると思いますねあの事実の認識、自己認識環境の認識は非常にこう冷静なんですね素直という話もありましたしありのままという話もあるんですが僕からすると極めて自己選択です、選んでいるとあの風が吹かない時に何もしないというのも選んでいると嫌いな人がいるというのも仕方ないというのを選んでいると。 いうような感じがしてなりませんね。んあのいずれにしてもあの私なりに多くを学ばせていただきました。ということで最後にですね。はい、あの今日は500万人ぐらい多くの方がいらっしゃってますので、はい、<laughs> あの最後皆さんになんかメッセージいただければと。あそうです。あのー、まあ飛び込めない人がね多くいらっしゃってあのー、それだったらね飛び込め飛び込まないということをした方がいいです。わかります？俺と飛び込めないんじゃない。それじゃ飛び込まないということを した方がいい、で前回、実は僕、レース1回パスしてよん、ね、バンデグローブ、出ればね、すごい荒れたんですよ、30点中10点しか返ってこなかった、こうちゃんね、タフだから出てたらば、絶対に勝ったかもしれないって言われるんだけど、それは違います、出なくてよかったんです、出れば多分やられてたと思うんだよね、やらなくてよかったことってあるんですよ、これはあの、羽生さんとの将棋の対談で、お互いやっぱ同じ共通点、やらなくていいことってあるんですよ。<laughs> やればみんないいかとそうじゃないですね。だからそれは、僕はいつもやり方はね、あの、頭使わないです。頭使うと人間必ず損得感情を弾くんで、ね、心で感じて腹で決めるんです。心で感じて腹で決めると、どんなに結果あろうが、失敗したらより成長になるしね、成功したらまた可能性が、 広まるし、どっちだっていいですよ、やらされてるとなると、外から入ってきますから、だめです。うちから外へ出してください。やらないということをするんですよ。飛び込まないという、家族のために、俺は飛び込まないんだって、立派じゃないですか、走ることなんて何そのもないんですよ、うちの親父サラリーマンです。三十何年間で、ね、この野球戦で僕たち3人を育ててくれた、そのおかげで僕は家を飛び出すことができたんですよ。その親父は立派です。サラリーマンを退職までやってね、真面目に働いたんですよ。 こんんななな立派なことないんですねだからあの、これ僕の選択だって立派に勤められる、何走ることないんですよ、電車に毎日入れる、こんな素敵なことないんですよね。だから、なんかもっと皆さんね、こう元気にこう誇りを持って、自分で選択して、自分で腹で決めて、やられた方がいいのかなと思います。はい、ありがとうございました